村上とみゆきの関係がついにマスコミに発覚。フィアンセです。婚約者ということですね。ええ、真面目に交際してますよ。詰めかけるワイドショーのレポーターたちを前に、村上はあっさりとみゆきとの仲を認めた。村上との結婚に思いを馳せるみゆき。しかしそんな幸せも長くは続かなかった。一平が村上の過去を洗ったところ、驚くべき事実が分かったのだ。村上には確かに女房がいたんですよ。しかもラストワイドは村上による妻の保険金殺人疑惑をスクープ。さらに子供、あ、ついてる。村上と妻との間に子供がいたことが分かった。お嬢さんいらっしゃったんですか。お前らには関係ないよ。一方ゆいは、やってみなよ、気持ちいいから。先輩アイドルに誘われマリファナパーティーへ。むつみ。そんな中村上はワイドショーに生出演。ブラウン管から娘に呼びかける形で自らの保険金殺人の疑惑を否定。自分と娘がワイドショーに食い物にされている被害者であることを世の中に強くアピールした。その時何者かが村上を襲った。村上が刺された。大丈夫ですか。村上さんは、うん、病院に運ばれて命に別状ないそうですよ。どこの病院ですか。関東中央病院です。そう、ありがとうございました。ミキさん、やっぱり村上に騙されてるんじゃないですか。奥さんがいたことを知らなかったでしょう。子供がいたなんて聞かされてなかったでしょう。ほっといてください。今朝、東京港区のテレビ局で芸能プロダクションの社長が暴漢に刺されるという事件が。犯人が、これ捕まったらいいんですけどね。取り調べ室で盛んに村上のこと崇拝してるだとか尊敬してるだとかね、わけのわかんないことをわめてるらしいですよ。怖いね、最近はわけのわかんないやつが多くてさ。俺なんかいつ刺されるかわかんないよ、わしみちゃん。精神鑑定の必要ありだな。それにしてもさ、村上ってのは悪運強いというか憎まれっ子ようにはばかるっていうかさ。しかしあれだけ血が出てても平気なもんなんだね。人間ってのは結構丈夫だな。内臓が傷ついてなかったらよかったらしいですよ。そんなに簡単に死なれたら困るわ。え？せっかく掴んだ大ネタですもの。